こんばんは。今日はなんと iPad から初めて配信してみました。誕生日おめでとう、ありがとう。めっちゃ雰囲気が変わっている。そう、公演あと画質もいい気がする。画面大きいですね、でっかい。 iPad から配信するのめっちゃいいね。コメントが見やすい。お誕生日おめでとうだって、ありがとう、嬉しい。これは今日は来てないけど、ちょっと今お風呂入ってきて、公演終わってからお風呂入って、でも顔は落とさない、メイクは落とさない、落としたくなかったから、めんどくさいからメイク落としてまたメイクしてっていうのはめんどくさいから、このままそう頑張って顔に水をつけないようにお風呂入ってきた。でドライヤーして一応三つ編みして、誕生日迎える時はいい顔でいとこうって感じ。あ、肌がブズブズする。最近花粉すごいで、わあありがとう。待って、ストーリーの方でさちゃんと今ショールーム配信してるって言ってないから、一旦ストーリー撮ろうかな。こうしよう。ブーメラン、よし。でもそっか、ファンの人たちの名前かあんまり公開しない方がいいよね。そう、誕生日、なんだろう、誕生日カウントダウン配信。スタート。こうすれば、こうすれば見えない。よし。誕生日のカウントダウン、カウントダウン。よし、ちょっと待ってね。あ、皆さん今ストーリーを投稿します。ファンの皆さんの無理やり隠した。よし、オッケー、オッケー。あと数分で誕生日だ。いやー、今年もこうやって配信できて嬉しい。これさ、ずっと毎年誕生日の時だけこの帽子かぶってんだけどさ、誕生日以外かぶんないからさ、ずっと部屋の奥にしまっててさ、なんか大丈夫かな衛生的に。よいしょ、かぶっとこう。もう誕生日迎える準備満タンです。あ、皆さん事務所に送ってくれたプレゼントだったり、劇場に送ってくれたプレゼントだったり、お手紙だったり、ありがとうございます。何もしてないけど普通にかぶっちゃった。いけっか、まあまあいっか、頭だし。
あー、貴重なみくちゃんとの同い年期間が終わっちゃう。だってありがとう。そうだよね。あとちょっとで誕生日なんです。あと iPad で配信したことによってこうね、台がうまくできなくて iPad の箱を台にして今ショールームしてる。メガネない。確かにもうこれしか誕生日系のなんか持ってない。もうろうそくもすごい曲がっちゃってすごいことになっちゃった。確かに上が見えないと普通の帽子になっちゃうね。スクショタイムするときに上にしようと。夜めぐです。今日は公演終わって ゆっくりお風呂入ってって感じですね。ここ最近はたくさん劇場公演に出演させていただけですごく嬉しいです。てか11月なんか話したいこといっぱいあった気がするんだよね。あ、そうだ、あれ体育祭とかテレ東の体育祭見てますか？結構頑張ってるんだけど。アップルウォッチはもらってないですね。欲しいけど、あったら便利なんだろうなって思うけど、でも私もともと腕時計する瞬間ないのであんまり使わないかもしれない。まあでもあったら使うと思うけどね。わかんないけど、自分への誕生日プレゼント何にしよう。あ、体育祭見てるよ。だって筋肉かっこよかったね。だってめぐちゃんの走り方のファンですよ。ありがとう。パワー系、そう、私まさかのパワー系。え、めぐさんが結構頭脳プレイしてて面白かったです。そう、私結構ねテレ東作戦とかいっぱい考えてる。だからメグたちのチームはハリーポッターで例えるとレイブンクローだと思います。うん。え、じゃあハリーポッターの寮に例える。あ、ちょっと待って、タワーが届いてました。タワー、あれ？あった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 、あれ？あれ？さっきまであったんだけどな、タワー。トゥビちゃん、トゥビちゃん、タワーありがとう。カムサムニだー、カムサムニだありがとうございます。このまま24時以降も配信する予定です。配信します。ハリーポッターで例えるとレイブンクローですね。ちょっとティッシュ持ってきていいですか。よいしょ、よいしょ。あ、ちゃんとパジャマのズボン履いてるから安心してくださいね。チームランウェイですね、テレ東の。え、じゃあ他のチームもハリーポッターだったらどこだろうね。チーム、あの赤チームあるじゃん、あれ新井彩ちゃんのチームがグリフィンドールっぽいよね。うん、あとあと魔法病のチームも、魔法病のチームもグリフィンドールっぽいよな。愛ちゃんのチームはハッフルパフな感じがする。え、待って、じゃあメガたちでもさ、作戦ってなるとさ、レイブンクローっぽいなって思ってたけど、じゃあスリザリンはどこのチームになるって話だよね。スリザリンっぽい子いないわ。あ、もう一個タワーが、あ、ドゥビちゃんもう一つタワーありがとう。カムサムニだ。
生の麦っぽよ、ありがとう。チーム元気みたいな名前のやつ。アイちゃんのチームの圧倒的ハッフルパフ感おもろいよね。あ、まもなく誕生日？あ、あと10分ぐらいだ、誕生日迎えるの。待って、25歳か。はい、いやー怖い。24歳どんな1年でしたか？24歳は、なんだかんだいろいろ悩んだりもがいたりもしたし、でもその中でも嬉しいこともたくさんあって、写真集が重版決まったのも24歳の時だし、そっか、24歳になってから写真集出せたから、そうだね、写真集を出せて、写真集が重版して、であと朗読劇を出させていただいて、まあ、挑戦することもできたし、でまだ皆さんには言えないけど嬉しかったお仕事もあって、最近そうだし、あとは AKB の仕事を頑張ることが、 AKB の仕事に全力で頑張ることができたなって思っていて、あの波動とか例えばなんですけど、波動とかテレ東のロケだったりとか、なんかこう、なんて言うんだろう、なんか仕事をこなすっていうだけじゃなくて、ちゃんとその目の前にあることに全力で打ち込むことができたのかなって思ってます。波動とかね、特にで私自身があの負けず嫌いな性格なので、あんまりその分かりやすく、なんかマホピョンみたいに分かりやすくめちゃめちゃなんか顔や態度に出るってわけじゃないかもしれないけど、すっごい負けず嫌いなんですよ。多分私のファンの方は、まあ言わなくても絶対に分かってくれていると思うんですけど、結構負けず嫌いな性格がいい意味でこう仕事にね、響かせたので嬉しかったです。あ、出てた？顔は出てたか。そう、ああやばい、鼻がムズムズしてきた。ありがとう。ああ、ゴミ箱が離れた場所にある。よし、近くに寄せとこ。てかさ、ありがとう。あっという間20分切ったし、あのね、25歳になりましたってさ、ツイートする写真もさ、まだなくって決めてなくて、でも今日は待って、25歳になりましたってツイートする写真ないわみたいなこと話したら、マネージャーさんがじゃあ今撮りましょうってなって、この僕隊の公演終わりにの僕隊のあのアンコールの衣装を着て、あの写真撮ってくれたんだけど、それ載せようかな。
でもどうしようかな、自撮りした。え、なんかさ、でもそれ載せようかなってさ、さっきさママとパパに話したらさ、でも25歳になってから撮った方が良くないみたいな話もあって、あ、それも確かになって思って。そう、どっちがいいと思う？まあどっちもいっか。やばいね。ツイートだからまだ何もしてなくて、今までは何かしら準備はしてたんだけど、マジでない。どうしようって思って、一旦、もうツイートした方がいい？どの写真にしようかな。うわ、くしゃみ出そう。それは配信後にカウントダウン配信ありがとうでツイートしよう。ああ、なるほどね、そうしようかな。マネージャーさんのぴったりにする。2枚載せるか1枚にするか2枚にするか迷ってるんだけど、どうしよう。1枚、いや、ニコニコの25歳やからね、一応2枚載せとこうかな。いっぱい写真撮ってくれた、いっぱいっていうか、まあいっぱいか、写真撮ってくれたし。2枚にしよう。だってちょっと写真の加工しよう。待って、あと5分じゃん。あと5分だけど、なんかちゃんと25歳になる準備ないんだけど。25歳になる実感結構全然湧いてなすぎて、どうしよう。こんな気持ちで25歳迎えていいのかな。例年よりすごくふわふわしてる。よし。無理、25歳になる実感湧かないんだけど。自分が25歳になる未来、怖すぎ。待って、あと4分で25歳になるじゃん。やば、25歳になりました、ニコニコ25歳になりましたってやろう。笑顔の絵文字ないかな。あ、いや、これにしよう。無理、あと3分なんだけど、無理なんだが。待って、まあいいや、ツイートする準備はできた。待って、あと3分だよ。4半世紀来たんだね。確かにすごい心配。うわー、25歳だって、大人すぎん。うわー、 うわーしか言ってない。こんな感じで迎えていいの？なんかどういう気持ちで迎えればいいの？まあいっか、いつも通り。
え、今までどうやって誕生日迎えてたっけ。怖い怖い怖いキャー待って、アラサイようこそってコメントやめなやめな山さんタワーありがとう。山さんタワーありがとうございますあと2分だって。キャーニコニコで迎えよう。四半世紀か、四半世紀って言っちゃった。キャー、いやー、はあ、あと1分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 、言い残す言葉ない？24歳のメグありがとう、楽しかったよ。なんだかんだ楽しい24歳でした。うわー、やべー、あと30秒ぐらいじゃん。うわー、でもやっぱり誕生日迎える瞬間ってちょっとワクワクするね。でもね、メグ生まれたのね午前中ぐらいだったんだって。パパが言ってた、毎年メグは、でもまだメグは生まれてないんだよこの時間はって言ってた。あれ何時ぐらいだったっけ。うわ待って、あと10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、 ハッピーバースデー、わーい、じゃーん、ポストしたよー、わー、ありがとう、わーい、25歳になりました。ニコニコ25歳です。25歳も25歳のモットーは、まあね、さっきも話した通りニコニコ25歳なので、笑顔あふれる一年にしたいと思います。4半世紀生きたぞー、すごい、4半世紀大きな病気もなく健康に生きて来られたのも奇跡。これは素晴らしいことです。丈夫な体に産んでくれた両親、そして命をかけて私を産んでくれたママ、ありがとうございます。まずはね、家族に、そしてメグを家族として受け入れてくれて、メグが赤ちゃんの時に意地悪もせず、メグが泣いてる時は必ずよしよしと頭を撫でてくれたお兄ちゃんにも感謝しとこう。ありがとうございます。いい、はっはっはっは。そして何よりもこうやってショールーム配信を見てくれて応援してくれてるファンの皆さん、ありがとうございます。25歳になりました。テロップ変えよう。そうね、まあ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 、オッケー、ありがとう。でも正式にはまだメグはこの時間には生まれてないんですよ、ママのお腹の中。そう、そしてあとはね、みずみん、もうお誕生日おめでとう。同じ誕生日の子がメンバーに入ってくれてね、縁を感じております。うん、皆さんタワーも早速たくさんありがとうございます。たけしさんタワーありがとうございます。
大輝さんありがとうございます。ごめんなさい、大輝さんありがとうございます。あとは道路隊員ありがとうございます。グレッグ Thank you。かな、一旦言ったかな。うん、ありがとうございます。うん、うん、言ったね。一旦待って、僕言われてないって方いたら教えてください。15歳早々ちょっとくしゃみが、ありがとうございます。今コメントを見てふと気がついたんですけど、私の今年のお誕生日ライン1位は一昨日ドラフト1期生がデビュー10周年を迎えて、うーん、いいね、さややだ。わあ。ですね、今 LINE 見た時になんと私が豪快に鼻かんでるのを多分ママに言われました。怒られました。反省。25歳初怒られ。いや、垂らすよりは、垂らすよりはマシだろう。ということで、お、ツイッターでもコミちゃんが、あ、あ、コミちゃん、ハーちゃん、みやび、みやびも LINE くれてる。ゆりちゃんもくれてますね。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。優しい、優しい世界だ。
よし。お。ちょっと待ってね。NT タワーありがとう。そしてニタコもタワーありがとう。25チャイになりました。ニコニコ25歳です。でももうなんちゃいっていう言葉遣いはやめようと思います。なんてたってもう25歳大人です。なので今まではなんか、はい、なんか可愛らしくなんちゃいになりましたみたいな言ってたけど、もうそういう言葉遣いをするのももう25歳でおしまい。もう大人ですので言葉遣いも大人らしい言葉遣いをしたいし、そうですね、25歳25という数字にふさわしい人間でありたいです。ちょっと LINE の返信や X の返信に関しては配信が終わって落ち着いた時にゆっくりお返しさせていただきます。はい、あとはリュウリュウタワーありがとう、ありがとう。あとはね、そうだな、25歳はなんだろうな、ことぶきさんありがとうございます。タワー。25歳はやっぱり、まあ、ニコニコ笑顔あふれる1年にしたいな。何事も楽しむ。目の前のことを、目の前のことに集中して頑張る。タワー、そうだな、25歳の目標、そんななんか、今、25歳の誕生日を迎えて、今、ふと思いついたのが、思いますね。うん。わあ、皆さんいっぱいありがとうございます。リップもありがとうございます。おお、ショールームの視聴者も1万人すごい。カティオー、ありがとう。タワーございます。そうだな、あとはなんだろうな、25歳はチャレンジしたいことはなんだろう、なんだろうな、何か自分の武器になるようなものを身につけたいなって思ってます。なんだろう、まだ言うて25年しか生きてないので、世間の大人の皆さんと比べたら経験してることも全然少ないし、そうだな、いろんなところに行ってな
んか視野を広げてたくさんのことを経験して経験値を上げるのと、あとは自分の何か身になるようなもの、身につけられるものは身につけたいし、運転免許とか資格とかもちょっと取りたいなって思います。そうね、身につけるってそのなんかスキルとかね、そういうものです。ものじゃなくてかなそれからチスちゃんタワーありがとうと、ウッシーもタワーありがとう。チスちゃんはタワーじゃなくてケーキか、ありがとうございます。皆さんでもそうですね、なんか自分がこれやりたいって思ったものに対してすぐ行動できる、その私には今そういう行動力がないので、真面目な話をするとだから、あの行動力を身につけられる1年にしたいなって思います。あとはやっぱり結局今もまだ家族に甘えてばっかりの人生なので、ちゃんと一人で生きていけるように、まあ一人で生きていけるっていうか、まあね、一人、人生は一人で生きるものではないんですけど、ただこう自立できるように少しもうちょっとね、24歳の時よりもさらに自立できるように、なんか一人で旅とかしてみたいそれが自立につながるかはわからないけど、なんか一人でどっか旅してみるのもいいなって今ショールームのコメント見て思いました。あとはママに怒られないようになります。でもね、なんて言うんだろうな、なんだろう、でもなんか今までこう AKB で迎えた誕生日で、なんか今まではこの仕事をしたいですとかっていうのもあったりとかしたんですよ。まあもちろんまだ今の自分に経験していないお仕事なんて山ほどあるんですけど、でもその中でも AKB で活動しているうちに本当にたくさんのことをやらせていただいたので、個人でまたいろんな新しいことだったりとか、そういう個人でいろんなお仕事をたくさんしていけるような人になりたいなっていうのはずっと思ってますてか今ねコメントをねチラチラ見ながら喋ってたんだけど、なんか久しぶりに見る名前の方も見てくれてて、今ショールーム、なんか推し変しないで見てくれてるんだっていうのがすごい嬉しくて、なんか今やっぱりね若手メンバーとかもう可愛い子いっぱいいるし、可愛くてねすごい頑張ってるメンバーたくさんいるから、みんな推し変されちゃうのかなとか、そういう不安な気持ちもなくはないから、ちょっとなんかどうだろうって思ってたけどえ何ドキってコメントもある。まあ別にいいんですけど、まあ押し増しがいいな、欲を言えば押し増しがいいなぐらいなんですけど、でもそれでもなんかメグのことはもう遠くからでもいいんですけど見てくれてるっていうのはすごく嬉しいです。なんかでもまだ後輩メンバーとあまりコミュニケーションができてない、その特に今研究生のメンバーとはコミュニケーションができてないので、そういうね、なんだろう、やっぱ今たくさん卒業するメンバーも増えてきて、なんかたまにこう肩身が狭く
なりそうになる瞬間もまあなくはなくて、だけどその中でもまあなんか私は今まで結構たくさんの先輩からいろんなことを背中で見て学んだり言葉で教えてくれたり、本当にたくさんの先輩があのきっと愛を込めて教えてくれたので、その教えてくれたものをちゃんとね、私もなんか今までもう先輩とかできないっていうそういう言葉に甘えるんじゃなくて、ちゃんとなんかもっと先輩らしく いなきゃなって思うようになりましたそう、研究生の中でめぐちゃんはバリ人気があるよ。え、どこ情報ですか？初耳なんですけど。怖い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 、それあなたが思ってるだけじゃない、なくて。そう、ただねそう、この間ゆなちゃんがめぐの話してたな。ゆなちゃん、秋山ゆなちゃんかな。うん、秋山ゆなちゃんね、あれ武道館コンサートのねリクアワーの時だ、誕生日の夜でなんかペアになってこうやってなんかこういう、秋山ゆなちゃんがこういう感じのポーズで、めぐがなんかこうやって聞くみたいなポーズを取る、なんかペアになる振りがあったんですよ、誕生日の夜っていう曲で。でその時になんかあのシーズゴンが3位で誕生日の夜が2位だったんだけど、なんか今までのリハでは普通にもう別に何も喋らずなんかこうやってやってるだけみたいな感じだったんだけど、そうなんかその時本番の時になんかシーズゴンめちゃくちゃかっこよかったですって、なんかこういう時にいてくれて、えめっちゃ可愛いやんって思って、でもめぐさなんかあまりにも動揺しすぎて、ありがとうみたいな、なんかすごいたどたどしい返事しかできなかったから本当に嬉しかったなーっていうのだけ伝えておいてほしいですそうで、よし、そうかわいいよね、ジワルデイズね、センターでやってて可愛かったそうね、なんだろう、これ何時まで、でもまあ半ぐらいまでやろうかな、せっかくだしね。えだから研究生のみんなともお話できたらいいなって思ってます。ねえみずみん、ねみずみんは本当にいい子です。もうなんかなんだろう、一番 AKB らしいかも、みずみんが AKB らしいって言うとなんか語弊を招きそうで怖いけど、なんかこう AKB の中での活動の仕方とか生き方、みずみんのその今の生き方がすごく AKB らしくて、そうすごい好きなの。その私たちが過ごしてきた感じと同じような、言ってる意味わかる？わかるよね、わかるよね、生き方、そうそう、なんて言うんだろう、そうだからすごい AKB らしくて、なんかねすごく好き、 AKB らしいなーって、もうめちゃめちゃ頑張ってほしい、頑張る、めぐも頑張る、めぐも頑張るし一緒に頑張りたいなって感じですね。
誕生日おめでとう、ありがとう。去年の誕生日は幕張メッセでなんか元カレですのイベントしてたかな。生誕祭はいつ頃でしょうか。そうなんだよね、なんか迷ってる、迷ってるっていうか、まあ僕体かな、でもな、うんって感じ。難しい問題ですこれは。そうね、まあでもせっかく木体がたくさんあるからお願いして、11月の後半にお願いして木体でやるか。でもな、いやなるべく12月16はあの個人の方で、だから僕対、そうだよね、やっぱり、いや新公演の可能性はほぼない、 99.9% ないってなると、やっぱ僕対でやりたいな。そうだな、僕隊かなってなった時にね、私は今ニポジやってるんですけど、アイドルなんかじゃなかったらとディフェンスのところと僕ジュリのところとディフェンスのところ、そうやっぱり11月の後半の僕の太陽公演でできたらやりたいけど、いや私は僕隊じゃない、僕ジュリでやりたいって思ってるの。僕ジュリが好きなんですよ私は。アイドルがいいんですか？アイドルなんて呼ばないでだ。僕ジュリが好きなんです私は。アイドルなんて呼ばないで。アイドルがいい？ねえ、アイドルがいいってコメントが多い。僕ジュリのメグでも2回しか披露してないから、あれ、まあディフェンスはねどっちにしろやるけどさ、まあ衣装可愛いけどさ、僕ジュリがいいなって思ってる。僕ジュリが好きなのね。まあアイドルなんて呼ばないでだったら、そのまあね、まあね、アイドルなんて呼ばないでだったらさ、まあいいんだけど僕ジュリの方が好きなんだよ。って言っちゃった。まあいいや、もうちょっと考えます。そうなの、出てほしいメンバーのポジションにもよるの。そうなのよ、だからさ何が分かんなくて、ひまわりはねおそらくないかな。なぜか12月16の日程を開けておきたくなった。そうだよ、12月16も
大事よ。特にメグのファンクラブに入ってくれてるそこのあなた。でもさ、生誕祭でも僕の太陽公演だとさ、なんか8人だけど、なんか今までチームだったからさ、別に、まあ、メンバーを選ぶって言い方するとなんかあれだけど、そのやっぱりみんな同期とか呼びたいじゃん、生誕祭だったら。だからやっぱ僕隊でやろっかな。ファンクラブグッズ早く欲しいなって。あれ？もうまだ届いてない？あー、まだ届いてないんだ。うん、メンバー集めやすいよね、だってね。そうなの。まあメンバーのスケジュールにもよるのかわからないけど、僕のや、うん、やっぱ僕の太陽公園で生誕祭したいな。僕の太陽公園、みんなが主役だから好きね。そうね、同期も4人になっちゃった。あと誰だろう、ひななちゃんとかもね。じゃあもし仮にメグが僕ジュリのところでやるってなったら、とも誰が呼べる？同期と、うん、ゆいりちゃん、あやなさん、おだえり。おお、いいね。でもあやみんも好き。わからない。あやねちゃん、あやねちゃんね、あやねちゃん、こみちゃんと同じポジションなんだよね。もう迷う迷う。あ、みゆちゃんはかぶってない？ポジションかぶってない？よね。そっか、うん。お誕生日おめでとう、ありがとう。迷ってきた。まあいいや、おりんとみおん。待って、でもさ、メグがさ僕ジュリやるってなったらおりんちゃんとポジションかぶっちゃうんだけど。覚えてるか。みずみんが谷口めぐさんに何度も救われたって言ってた。私なんかそんな、そんなことなんか言ったっけ。でもなんか、でもなんかそう思ってくれて嬉しい。めぐ、なんかいいこと言ったか、いいこと言えたかどうかわからないけど、彼女にとって何か救われるような、優しさね。なるほどなるほど、オッケーオッケー。なんか、びっくりした。メグ、なんか真面目に話したことあったっけって思って、なんか今あれって一瞬なったけど、よかったよかった。はい、いっぱいみずみ聞いてくれた、いろいろリハの時。そうそうそう、もうむずいわ。まあそれは後々考えるとして、まあね、一旦今日はそうだな、いっぱいこうして、あの生誕祭、生誕祭じゃない、お誕生日、こうして一緒に日をまたいでファンの皆さんと一緒にお話できてすごい嬉しかったし、久しぶりにショールーム配信できたっていうのも嬉しかったし、意外とね、ヨギボーここにあるよ。そう、ただね、ここ
低すぎてヨギボーだともう ここしか映んなくて、ちょっとクッション普通のなんかぺったんこのクッションに座った。だけどなんだろうな、意外となんか25歳迎えるときに今年25歳何がしたいんだろうとか全く浮かばなかったんだけど、25歳になった瞬間にポンって浮かんできて、あこういうことしたい、こういう大人になりたい、こういう人間になりたいって、なんかいろいろな思ってることを言うことがつらつら言えてる自分に今すごいびっくりした。やっぱりちょっとずつ成長してってるのかなって、わかんないけどね、感じれたらいいなって。まああとはパフォーマンスの面でもまだまだ成長したいなって思うところもたくさんあるので、まだまだ未熟ではあるんですけど、これからもいろいろ磨いていけたらいいなって思います。お祝いしてくれてありがとう。セーター祭で言うこと残ってますか？生誕祭で言うことはまたその時に思いつくんじゃない？わかんないけど、貪欲にね、貪欲にいつだって今の自分に満足せずに常に向上心を持って25歳ニコニコ笑顔でたくさん笑顔あふれる1年にしたいなって思います。うん、でもそうね、生誕祭めっちゃ頑張るね25歳の生誕祭めっちゃ頑張るね。頑張るっていうか一番楽しみます。うん一番楽しむし、もうメグのファンの人は全員当たってほしいぐらいもうね常日頃思ってますよ。自分の生誕祭の公演はもう自分のファン全員が当たってほしいって常に思ってる。今年も25歳も全員当たってほしい生誕祭今年こそ。そうだよ。なので25歳の生誕祭絶対来てね今年こそだよ、本当に本当にだよ、マジで今年こそここにいるみんなは絶対当たってほしいもう本当にマジでマジマジ、はい、タワーが、お、陽一さんタワーありがとう、ありがとう、マジマジマジでもいつも本当にありがとうございます。いや別に何もないけど本当にね、やっぱりね何もないです、マジで何もない。いやマジで卒業発表とか絶対にしないから安心して、生誕祭で。だけどマジで今年は、うん今年は今年の生誕祭はマジでね頑張る。マジで卒業発表はしないけどね、本当にしない、まだまだやめません。はい、
じゃあでもね、これからも前向きに明るく頑張ります。嬉しい報告もたくさんできるようになりたいなって思います。じゃあランキングを発表してスクショタイムもしまーす。13位 NT、 12位大輝くん、11位にたこ、10位山さん、9位たけし、8位ちっちゃん、7位りゅうりゅう、6位グレッグ、5位ことぶきさん、4位カティオ、3位ウッシー、2位みちろう隊員、1位デビちゃんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に今年の生誕祭は皆さん絶対に来てね。今年の生誕祭はっていうか絶対今見てる人は当たってほしいなって感じです。はい、スクショタイムしよう。25、ありがとうございます。じゃあ25歳もよろしくお願いします。バイバイ。皆さん夜遅くまで一緒に起きてくれてありがとうございます。はい、じゃあ切るね。バイバイ。バイバイ。おやすみ。